はい、えー、さて、始めようかな。えー、お疲れ様です。とはい、こんばんはー。今日もですね、じわっといきますよ。ふわっといきます。えー、今日はちょっとね、ドドドっといきますんでね。 あの、2時間半ぐらいかな。えー、これで、Z モデラーで、あのー、何個作れるかな、ということで、やります。はい。今日もよろしくお願いしますね。あのー、一応、コンセプトとしては、新しい部屋に、やってきた。もう何にもない部屋。なので、どんどん家具を増やしていきましょう。みたいな感じで、やっていきます。はい。では、Z モデラー、あのー、まあ、僕のやり方になるんですけども、 まず、マテリアルは、えー、スキンシェード4にしますね。はい。多分声は届いているでしょう。で、えー、ポリフレームはオン、ま。これでパースも、パースはオフということでやっていきます。ではもうどんどん。今日は一個一個丁寧に解説すると、ありがとうございます。解説するというよりは、もう、ガンガン作っていきます。まあ、その中でなんかヒントみたいなものがあればいいかなと思うのと、 えー、それ、今、どうやったのってもし、万が一質問があれば、あの、聞いてください。えっ、ー、とね、これ、僕はね、立方体から基本的にやるんですよ。もう、あんまり思考したくないので、何からやろうかなって、思考したくないから、立方体から、あの、やるって、もう決めちゃってるんですね。これ一応複製しておこう。立方えー、まあ、六あ、立方体というか、六面体。六面体からやるってことき、も決めちゃってるんですね。じゃあ、まず、もう、まず、 机を作ります結構スロースターターなんでだんだん調子調子づいてきますはいこれでまずねあのー、別にこの6面体でそのまま行っちゃってもいいんだけどもなんとなくミラーと結合で真ん中に線を入れておくとあのもちろん Z モデラーの機能でも真ん中に線に入れられるんだけどもミラーと結合がサクッと入るのでミラーと結合の X と Z、あの、チェック入れて、ミラーと結合でバチッとこう。でも、あのー、まあ、アクション出さなくても、パーンと、えー、エッジが入るので、これは僕は好きですね。やります、これは。で、えー、果たしてね、その、真ん中にエッジがあるのが、意味が出てくるかどうか別として、別としてっていうかですね、ダイナ、あの、ダイナミックサブディビジョンにこうするときに、これやっとかないと、こう、異常に丸くなっちゃうので、あのー、 まあちょっとそれを防ぐね、こうやってこう異常に丸くなっちゃうのを防ぐために入れたりします。はい。まぁ、あ、まあ、結局なんか解説してますけどね。ちょっとガンガンやっていきますね。えー、インセット、インセットでエリアごとに挿入。なんかね、どうしても喋っちゃうんですよね。癖でね。ま喋、あ、ってもいいんですけどね。はい。で、えー、これで、多分喋るのはやめらんないと思うんですよね。で、えぇ、ー、Q、メッシュ、単一ポリゴンで、 こう徐々に机を作っていくとはいえで足なんかももうねあのまあ本にも書いたんですけども結構あのギズ元の取り合わせがかなり便利だなと思っておりますはいこれでこんぐらいエッジを結構細かく入れとこうはいこれでこうして この辺に足を作ろう作ろうよということで入れますはいもうどんどんいきますよで結構ねエッジアクションで便利なのが意外に便利なのがあのスケールエッジアクションのスケールはまあいちいち こう、エッジャクションなど完全エッジループにして、で、こう、キュッとすぐ。で、あの、Z モデラーなんで、最、最後の設定値を記憶してくれてるので、同じだけこう、スケールかけてくれる。みたいなことができると。こう、これはやめとこれは素直に。結構ね、もう、 あのー、たくさん縦にエッジ入れた状態から、もうどんどん、まあ、ちょっとたまにエッジを挿入しながら、こうスケールとか、で、まあ、スライドなんかも結構便利です。こんな風に移動できるよ、みたいなね。はい。で、たまにこうちょっと味をつけようかな。これもうちょっと。 よしこんな感じにしてでたまに急メッシュを使うとこれちょっと後で聞いてくるんですけどねで後でっていうか今すぐ聞くんですけどでこれで自動グループで 標準、こうして、まあ、これ意味なかったか、まあいいやこうしてこれを複製して今日は、もう時予想のようにどんどんやっていこうかなと思っておりますはいはい これでまたポンと、OK、ミラーと結合で今一気に4つに増やしましたはいえー、でこれでちょっと型をか角を落としとくとあいいやこれあっちょっと後にしようこうして 感じでいいかなはい自動グループ類似グループはいえで,でこれでちょっともうこれど一個一個どんどん完成させていっちゃうかなでその前にえー、あえてちょっと角を落としておこうかな これで若干適当にはなるんですがこれをいやこれを複製して。 ちょっとこの辺はもう身分,身分量でまあ1個作ってコピーしてもいいんだけど何をやろうかとしているとこの、まあ、多少装飾的なものを作ってますあいけないこれ顔出しとかなきゃいけないんだよねはいこられ,れちゃん 押してああシンメトリーにしてね。Gizmo の機能が Gizmo、ね、がシンメトリーあ中心にないと発動できない場合があるので真ん中に寄せてこれここでこうぐちゃぐちゃやるとなんかうまくドラッグできないって時は もう振り切って、まあ、これ前回やったかなあのもうクリースにしちゃって、えー、クリースにしてでクリースのパネルからレベ,ベル幅をこう調整すると、まあ、数,値入力もでき数値入力もできるし微妙に角を落とせるので結構便利、はい、これで結構ねあの光が当たった時に若干ね若干なんですけどこの 少し光の当たり方が多少は豪華になるように少しこうベベルをどこもかしこもしておくと一気にやってもいいんですけどあんまりこう何ていうの角の深さをねそれぞれ決めたいからあんまりこうオートメーションではやらないと、まあ、この場合はですけどねこのあくまでこの場合は、はい、で例えば天板なんか別の素材にしたいな っていう時もあるんであ、あ表示結構しちゃった。天板なんか別の素材にしたいなって時あるんで、えこれはちょっと別のアイランドとしてやっとくと。はい。もうね、とにかく自動グループを対応する。これね、あの、意図しない これよく言う、まあ僕はよく言うんだけど、意図しないグループは残しとかないでねって話なんですよね。はい、えー、これで机できた。あの、新しいお家に机がやってできたぞ。で、えー、次、あのー、あ、これくっつけとこう。下溶けつで、椅子で。挿入から、方体を呼んできて、 で、もうさっさと椅子を作っちゃう今日はねあのこの上に開かれてる本を置いたりテレビを置いたりカバンを横にかけたりとかねそこまで行けばいいかなと思ってますで、まあ、スピーカーとか作ったりちょっとねあの今日はマラソンって言い切っちゃってるからたくさん作れればなと思います これでこんな感じにしつつダイナミッシュオフにしないと危ないよ 例えばこの「自動グループよく押す」って言ったんですけど、まあ、こんなとここんなとこっていうかねこういうとこ押さなくても、まあ、コントロール W でいいんですよね実ははいえー、とこれで,でちょっと足を作ろう足はこんな感じのものから作っていこう ちょっとね、いいデザインのものができるかどうかわかんないけど。どうしようかな。もうちょっと分割数下げとこんぐらいにしようかな。こんぐらい、こんぐらい。よし、こんぐらいにしよう。んタイトル変更にエラーがなになになんかありました気にしなくていい 大丈夫タイトル変更にエラーがそっか、この音声も若干遅延して届いてるんだよな。ちょっとベンドカーブで。 でベンドカーブもこんな風にちょっとしたこうデザインにも使えるのでなかなかいいです、まあ、余計なことしないんですよ このベントカーブのこのポイント、編集ポイントも、その都度増やしたり減らしたりできるので、結構便利です。でこれを。Twitch の問題でタイトル変更できない。少しごめない。あ、作業的には大丈夫。作業、ああ、そのタイトルか。はいはいはい。 はい。で、これで、えー、さらに、ちょっとね、足の安定のために、横に、板を、まあ、横をくっつける、ね。足。ブリッジ2つのポリゴンで、くっつけていくと。安定性がある。これ、救メッシュで吸着するかっていうと、角度が合ってないと、吸着できなかったりするので、そういう時に、こう、ブリッジが、 便利です救命士で伸ばしておけばあの吸着するでしょうって時もあるんですけどもね。 なんかこの今日はたくさん作るという名目のもとこんな黙々モードですけど黙々やってるだけなんですけどね大丈夫ですかねもうあのギズモでコピーしたりサブツールで複製して立方体に変身させてもうどんどん作っていくとで困った時のベンドカーブこまあ困ってないけど別に、はい、えっ、ー、とい今困ってる。 このね肘肘の背の高さがちょっと重要なんだよねこんなもんか机に対してこんなもんか。でちょっと減らしてこのなんかマルチレゾルーション的にこれ、あのー、増やしたり減らしたりできるのかなり良いですね。 これもまっすぐって分かってるときは、急メッシュでくっつけちゃうと。はい、ちょっと細すぎたんで、えっ、ー、と、これを少し太くして、でこうして、先でもよかったな、こうして。 こうして、このまクッション材的な感じにしていくと。でも、これ、挿入から少し、エッジをコントロールしつつ、みたいな感じで作っていくと。で、ちょっとのあの、一回ダイナミック切って、ディバイド、ディバイド変えレベル削除でも分割しちゃって、 で少し膨張で膨らませるみたいなっとふっくら感を出しておこうはいこんな感じですねはいで,で上のものどもはくっつけちゃうでこれは少し角を取りたいので 角を取りたいっていうか、例えば、普通にこう、ふにゃふにゃっとしたね、椅子にしてもいいんですけど、ちょっとそれは悲しいから、えー、ちょっと木で作ってる高質感があってもいいなと思うんで、えー、ベベルでいきます。で、ベベルもこれも、もうクリースにしちゃって、えー、失礼。クリースにしちゃってからの、えー、ジオメトリー、クリースから、 ベベル幅を調整すると。はい。こんな感じかな。えー、W。はい。で、えっ、ー、とですね、少し、あえて、ここに、そう、これを切って、好きな位置で、これは何をやってるかというと、あんまりこれ、目分量は怒られちゃうけども、 これで、これを、あれ、メッシュじゃない。サブツールから、ああ、危ない危ない。削除しちゃダメですよ。削除と複製が上下にあるので間違える。えーまあ、警告があるんでね。警告をしないとかってなってると、もう本当最悪な事態になる。で、この辺にして。 表示削除からの急メッシュクッションですねでちょっとこれ幅が広すぎたんで、ま、幅が広すぎてもいいかこうしてでこんな感じか、うん、でこれで、まあ、幅が広すぎたんでさすがにちょっとこれ切っとくか切っとくっていうか自動グループこんぐらいよけとこうかな こんぐらいにして、で、ちょっと真ん中分割しといて、で、えー、あ、分割の前に後ろにクリースつけとこう。ポリゴンアクションのクリースをつけといて、下側だけ辺に丸とならないようにしとくと。はい、こんな感じで。で、その上でミラーと結合をしとく。で、ま、真ん中にも、 線を入れときましょう。こんな感じ。はい。えー、で、えー、グループ一緒にして、でここでまた、スプリットという機能で、ニョキニョキっとこうスプリット出して、この時に、あの、クリースが入るので、えー、クリースしないにしとく。しないにしときましょう。こんぐらいかな。こんぐらい。であとは、ポン、ポン。 ポン、ポンと。で、あとはこれ一気に、えー、インセット、ポリグループすべてエリアごとに挿入にして、ニョきっとこうやり、で、トランスポーズ、ポリグループすべてで、えー、ちょっとここっち下は後でやるとして、こう、グイッ、こんな感じ。えー、で、ちょっと反転して、 影響あってもい,いか少しまあいいよこれあとでやろうはいで今度はこれトランスポーズ単一ポリゴンにしてはいこれでこんな感じとはいえー、っとで一回えー、まあちょっと自動グループしちゃおうかなはいこんな感じにしてはい大丈夫かな今日も 英語でやれみたいに残ってるかな。で、えー。プリミティブで。ちょっと粗めの。プリミティブさんでいいので。これで。 ボタン的なもの。でかいけど。 こんなはいこれで背中のくっまあ変な椅子だけどねで、えー、デバイドで、まあ、これぐらいにしとくかこれぐらいにしとくか今日はもう分割しちゃおうで下と結合もう常に結合でいいかなはいはいこれで妙な椅子ができたとはいで次 寂しいからテレビを置こう。こんぐらい。これでテレビを置いていきます。 感じでとりあえず大体のこんな感じでしうかなはいこれでちょっと下だけ鋭角にしておいてはいもうちょっとここも鋭角にしておこうかな ちょっと丸い方が可愛いんだけどまあこれはこれでいいなでこれでダイナマック切って1回分割してモデリングしやすい状態にしつつここにインセットでまたインセット これ,ぐらいこれぐらいかなはいこれぐらいでまあ影響しないように押し出しでいこうこうして感じかなただこの時またね あれなんですよ、ね、まあこれもちゃんとグループにしてであえてこうここ同じグループにしてで、えー、複製しここを残し。 かっっちゃってる、ね、少し仕上げてますけどこんなちょっと柔らかい感じにしたいこういう感じにしてでまたこれもこうして。 した後でもよかったんだけどなな感じちょっと可愛い感じのテレビしたいなと思っております指導グループまた複製 ベンドワークあたりで少したわませときましょう。こんな感じで少したわま、こうテレビのブラウン管のちょっとたわんだ感じをベンドワークで作っとくと。ね、いいじゃんい。いあるじゃない。少し調整して。 この時に複数エッジループの時にこうなんかバタバタバタっとポリグループができちゃうのが嫌だったらあのモデファイアの方でえポリグループ保持まあ,あるいは同一ポリグループでもいいんですけどまあ現状のポリグループを保持してくださいにチェック入れてからやるとあの増えないよっていうことですねはいこんな感じで む無理くりですけど少しこの空気穴って空気穴ってからね排熱の穴を入れ凹みを入れといたえっとこれで完全エッジループでいいかなでクリースをエッジにかけて これ例えば今ねあのエッジを触りたいんだけどポリゴンをこう触っちゃうみたいなこういう時はあのポリゴンアクションを何もしないにしとくのも一つの手だしあ素直にダイナミックを切るのも一つの手ですね、えーまあ、ちょっと,っと,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 とこれでこ素,直素直じゃない人がここにいるいやこれちょっと素直になろう、ね、素直に切っときゃいいんですよ、はいこれで こんな感じで。はい、で一回っくっつけてくっつけた上で少し微調整しちゃおうかな。こんな感じなんかこう昔のテレビ的な感じになればいいかなと思うんですけどね。 少しこうなんか丸みは全部クリスかけるっていうか少し丸みを残したい,たい。で、こういうでき、できたポリグループを結構ね、僕がね、利用するのが好きなんですね。これを、これをなんかこうデザイン的なものにすぐ活かしちゃいたいなと思うんですよね。えー、複製して。まあこれね、ちょっと R がかかりすぎでうまくいかないかもしれないんですけど、ポリゴン数が少なくて R がでかいからちょっとうまくいかないかもだけど、 工事作所でこれでうんまあいいじゃないこれでこの部分をちょっとこうウッドにするとかねこの辺ウッドにすると少し雰囲気いいかなとかと思うんですよねはいもうどんどん足とか作っていく。 いやこれダイナミックかかっちゃってるからこうして。 もうちょっと少し柔らかい感じにしたかったらやっぱり少しエッジ入れてやっぱり少しは少しはエッジ入れてでちょっと可愛げのある足にしようこれこれで複製で一応取って 時ので前あはいはいはいこれで毎度おなじみのベンドアークさんで少しこうふわーっとちょっとこうぷっくりした感じの足にすると。 でこっちはもうこれなしえっ、ー、とこれねいいと意図しないグループは必ず消しとくと。 いうことですね。はい、こ,これで四つ足を一気に作っちゃうと。ちょっと若干調整しつつ。 チャンネルを作りますね,ねこ,れいいやこれちょっと偶数にしてなかったかなまあいいやいや、ちゃんとやろう こうして、ポリグループ適用、ポリループチェッカーにしてでチェッカーのグループを作りで9メッシュポリグループすべてでちょっと歯車っぽい感じにすると。 これはこうなっちゃいますね。えー、ローカルシンメトリル4にすれば大丈夫。これが、おかしかった。ああ、そっかそっか。じゃいいや、これで。平然と方針を書いていく。はいはいはい。ずれてた。 感じか,ななんかすぐビベル入れたくなるんですけどねな,なんかこう大胆なチャンネルですけどね こう変わった感じまあ変わった感じってほどでもないんだけど多少はなんか面白いこう愛嬌がある形にしたいなと思いますでもうこれも今日はもうどんどんやりたいからガツガツ分割してっちゃう、はい、やややローポリローポリっとじゃないけどややローポリ気味に作っていくと。 はいこれでテレビ寂しくないテレビやれば寂しくない大きめにしておこうかな、OK、次はテレビばっか見ててもしょうがないから本も読んでもらおう本を作ります本を作るときもおなじみの カレーが出てきます何にしようかな使うかどうか分かんないけど一応複製しておいてでクイックセーブしてコーヒーを飲むで何するかというともうスローにしちゃってで相変わらず こうして反対側落としてえーとこれで挿入複数エッジループでパタ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 とこうやらせてもらってこっちもパタ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 とはいえポリゴンの破れはないねということでで 上だけこう少しこうしとく上をねこうしといてでこれでちょっとやりすぎたかなこんなこんなこれでうーん分割度合いはいいかなもうちょっと分割しておこ失礼もうちょっとこんぐらいいっとこう 同じかまあちょっと多いような気がするんだけどまああとで振り返るとあいつ結局同じ数じゃんかもしれない。はい、でこうしてで毎度おなじみベンドカーブさんで。 ぐんぐらいかこれでこう曲げていくみたいなちょっと初動をもうちょっと少なめでやるかいやこんぐらい必要だなこんぐらいは必要だなこうしてちょっとこっちから持ち上げておこう。こう やっぱ本ってここがこうまっすぐぺたっとこう無線閉じっていうか閉じ閉じぺたっとここになってないと製本できてないはずなのでこの辺はちょっとリアルってほどじゃないけどまあ守りたいなこんな感じあちょっと待ってこれ横線を入れるのまあ別にあとからでもいっか。 れで少しこうこんな感じがいいかなちょっとね分割数がちょっと足りなかったかなって気もするけどもちょっといっちゃいましょうはいまあここはこう断面が見えるところですねはいちょっとこれ作ってみようかなこれで。 ここんな感じにしとこうか縦線はいらないかなあのちょっとこれでいってみようかなちょっとかなりデフォルメな表現なんですけど少し,け少しだけ少しだけこれ今変なんですけどねまあこれ後で処理すればいいんですけどこう,こうちょっと影的に少しバサバサっとなってる感じを出したいってだけなんですけど。 あのまあ、変なんでやめてもいいん、ね、で別にで別にスカルプトで彫ってもいいんだけど、まあ、ちょっと出しておこう、えー、とこれすぐ間違っちゃうねこれねこれ別にやってもやんなくてもいいかなとそっとやめるみたいなでこれで 少しこうして、えー、ちょっとその前に。 んなね、分厚いの変ですけどね本来はもうペラッと1枚こんな厚みつけなくてもいいんですけどねまあちょっと強調するためにやっておきましたまもっとね時間がある時はしっかりやりましょう これくっつけるでこれがハードカバーなのか普通に閉じてるハードカバーじゃない本なのかにもいるんですけどもちょっとハードカバー気味にしようハードカバー気味にっていうかハードカバーにしようかなうして。 ここはサクッとちょっと深すぎたな。 これで見えるかどうかわかんないんですけど一応何かしとく何を何かしとくかっていうと 装飾ですねこれ分けちゃおうかなこれも分けちゃおう。豪華に分けちゃおう。 ちょちょっと太すぎたけど、まあいいや。で、本当のこの脇もやれよって話なんだけども、これは手抜きでいきます。はい、こんな感じでね。 これ、ね、後ろになるからまず見えないと思うんですけど、まあ、見えないところにも何かやるみたいな、ねはい、本もできたと1時間。 ここまで1時間はいまあこれぐらいでも結構なかなかなんじゃないかなレンダリングしてみよううん はい、次、えー、だんだん物が浮かんできたら少し部屋っぽい状態にしていくと本当に部屋作っちゃうと前回と完全にやってることがかぶっちゃうから多少こう変化させながらやりますね。 最初にねあの床作るとちょっと落ち着かないから、まあ、僕的になんだけど後からなんかいろいろできてきたら床置いていろいろ作っていくみたいなねはい、うん、こんな感じででえー、次にまた少し。 もうどんどん六面体六面体から作っていきましょうだんだんねもう生活が楽しくなってくるみたいなねミニマリストじゃないどんどんものが増えていく的な感じですね もう部屋とかも、ねまあ、前回もやっ,た前回、ね、やったんですけども結構何て言うかな、あのー、いい意味で手抜きするみたいな感じがいいかなってこう例えば板とかここにちょっとしたこう板作ろうぜと思ったらこれ複製してでこれを複製ジループパタ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 っとこうして。 で、こうして、えー、破れてないねと。で、これを、さっきのこの、ポリグループ適用。まあ、これぐらいだったら、ポンポン、一個一個やっていってもいいんですけど、まあ、せっかく機能があるんで、ポリグループ適用、ポリループチェッカーで、もっと細かいときとかね、結構、あの、有益な機能なんでね。えー、で、これ、後ろはいらないと。で、これ何するかっていうと、 えー、非表示削除、えー。非表示削除からのグループ分割 OK。で、これに、うーんと、急メッシュ。急メッシュでいいや。すべてのポリゴン。まあ、すべて、何でもいいんだけど。こうして、で、こっち側も同じ高さで厚みをつけといき、で、このままくっつけてもしょうがないから、少しだけ、少し、少しだけずらして、 えー、あ下と結合ちょっとこう,こうずれてて影が出る感じがいいんですよねでこれでまた、えーまあ、若干ベベルこれ際どいベベル入れたいからもうクリースにしちゃうベベルじゃなくてクリースまで振り切っちゃってから、はい、これあのジオメトリのクリースのベベル幅で微妙にやるということですね こんな感じまあこれでもちょっとねあっという間に板の感じができるな多少やっぱ影入ってるといいんですよねこう互い違いにすることによる影って僕好きなんですよねまあいつものことですで、これでもうこれ上は 複製でやっちゃおうまあ何が何でも一刀彫りにしなきゃいけないっていことも今回に関してはないのでこのギズモで増やしちゃいましたこういうのね嫌うね嫌わなきゃいけない嫌わなきゃいけないからもうちょっとちゃんとやるかもう本当に例えば本当にあに別のパーツにしたいけど あのー、完全にくっつけときたいっていうんだったらまあやっぱりどうしてもまあいろいろ方法ひっくり返しとかといろいろ方法あるんだけど複製しちゃってで、えー、こうしてこれに対する厚みをつければまあ完全にぴったりだよっていうことですね。 ちょっと高くしようはいここにですねあのー、スピーカーを置きたいんですスピーカーを置きましょう 大丈夫ですかね、今日なんか地味ですよね。スピーカー作ります。はい。これで。えー、っと。えー、一時間で。あと一時間書、書類の、あ。今日放送見た人はね。あ、大体分かったから、本キャンセルしようとか。 言われると悲しいなと思います。たまに手順を間違えるんだけど、えー、あ、こう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 してで、えー、まあちょっとももはや上に増やしたこう。う このぐらいがいいかなちょっとこうしてこうしてこんぐらいしとこうかな、はい。でこれでスプリットクリススをつけてポンうんこんぐらいでこれはこんぐらいと。はいこれででこうして で、一回これを押し込みあ押し込む前にちょっと出そうねこれあスピーカーっていろんなスピーカーありますからねまあこれちょっと迷うんだけどいや押し込んじゃおこう押し込んで、まあ、どんなデザインにするかで一瞬悩んだっていうだけなんですけどね これで、えー、クリース、クリース、クリース、こっちにもクリース、クリース。はい、これで、えー、っと、こうして、トランスポーズ、単一ポリゴンで、グぐぐっと。 こうしてこうにをきっと出すみたいなね、はい。だんだんスピッカーっぽくなっていくかな。こうしてこうしてこうしてしか言ってないんだけど、ね、今日はこうして <laughs> こうしてスケールで,でスケールでこうスケール便利なんですよエッジアクションのスケール完全ジルブプで。 トランスポーズとか、ギズモとか使わずに、グググってこうできるんでね。曲線とかこう、少しこうパラボラアンテナっぽくしてもいいし、えこう、おわ型。まあ、スピーカーって大体おわん型かな。いろいろあると思うんですけど、こう、おわ型っぽくしてもいいし、まあ、こんな感じも、これこれで面白いかな。はい。で、えこっちも、こっちもこんな感じにして、 切りますと結構ねスピーカーもささっとこんなふうにできちゃうまあ Z モデラーも他にもねいろいろいいツールあると思うんですけど Z モデラーもなかなかいいツールなんでねぜひこのサクサクモデリ,モデリングを。 体験していただきたいなと思うんですね。えー、こんな感じで。で、これ、ね、詳しくないんですけど、スピーカー好きっちゃ好きなんですよね。あの全然詳しくはないんですけどね。あいや、これ。これを。 複製してないのに削除しちゃうとえらいことになるんですよねこうして クリースをかけとこうエッジアクションのクリースの方が若干僕は使いやすいかなーって感じてるんですけどポリゴンアクションのクリースはこういう周りをクリースかける時に長辺短辺とかって若干判定がシビアな時があるんでまよしあしありますけども,でもこれクリースかけちゃうねこんな感じこれで。 わずか薄くちょっと別のウッドがここにあるよみたいな感じにしたいんだよということですねはいこれも少しえっとうんこうして でえー、後ろに穴開いてたりするんですけどまあそこまでやらなくていいか。 こんなとこに嫌がった。 こういうううい丸みみを残すすかかどうかはもう好みですね少し内側だけこのでこうポコッとなってるのを内側だけ少し丸みをなくすあるいは、まあ、クリスでこれで若干ですねあのー、ちょっとあの本買っていただいた方にこう注意点なんですけども Z、えー、ロシー2020だとエッジとエッジがすごい近い距離の時、ね、例えば こうやってすごい近い距離のエッジと一応隣り合わせ、平行に隣り合わせて、で、どっかで、あの、この同じモデル内で救命士とか押し出しとか使うと、少しエッジが壊れる現象が、えー、あるんですよ。そこだけちょ気をつけてもらって、まあ、あの、ちょっと全然わかんないんですけども、まあ、治るとは思います。どっかの、えー、パッチかなんかで治るかなと思ってます。まあ、その辺の情報があるわけじゃないんですけども。で、あの、そんなにね、かっちりしたい場合は、 クリースで収めると、はい、でよくねこうわざとこう膨張でプクッとするなんてこともやりますね、はい、ちょっと変な変な可愛いスピーカーできたじゃないもう今日はちょっともうポリゴンがどんなに増えてもいいからどんどん分割していきます こういうの、えー、まあいいやこれまずソロにしてでもう分割ちょっとまず1段階目の分割いいやこうしてでこの今若干青みがかってるところってスピーカー的に別パーツが別の素材だったりするからこれをやっぱり押しで厚みをつけとくとちょっと入り組んじゃうね ここが余計だったんだけどまあいいや逆かだったらまだいいかな逆だったら逆に集めつける分でそんなにちょっとこっそり裏ではえらいことになってるけどすいませんちょっとこっそりいやらせていただいて少し前に出して。 臨機応変に対応していくスタイルで少しなんかまた膨張とかでプクッとした膨らみを出させてもらって。 ちなみにもう、あのー、ち,ちょっとだけ専門的にやるんであればこうスピーカーインシュレーターっていうんだっけインシュレーターってなんか下に台何か置く人いますよねこれも置いちゃうこういうのを下にとんがってるのを置くと音がよくなるよと急メッシュ平面アイランド こんなやつですね。これ目分量、こっそり目分量。こっそり目分量。まあ、いいや。だ、誰も見てないだろう。今のうちだ。 でスピーカーを置くといい部屋になってきましたねこれ1時間半ぐらいかなあ1時間ぐらいかまだ1時間でここまで来ましたねなんかどんどん行きましょう 1>, まあ1時間でここまでできる、まあいいツールだと思うんですよね。まあ他の,あのソフトでもここまで1時間で,できるよってあるかもしれないですけど、まあ、Z モデラは Z モデラーでなかなか手早く作れるツールかなと思います。はい。でもあとはね、もうコツ的にはもう同じようなもんなので、えー、またどんどんパーツを追加していく。今度カバンを作ります。冒頭にちょっと言いましたよね。カバンを作る。 これ、カバン、今から作るカバンって実は僕の本の一番最後のチャレンジコーナーなんですよ。このカバン作れたら Z モデルは上級者だよみたいな、そんな僕が偉そうなこと言っちゃいけないんだけど、あの、解説をね、書籍を一通り読んで、で、もうスクショだけ見て、これ作りましょうっていうチャレンジ、 チャレンジ・ザ・ Z モデラーが実はカバンなんですでそんなこと言ってて僕今作れなかったらえらいことなんですけどちょっと頑張って作りますクイックセーブさあちょっと30秒昇休しはいじゃあやりますちょっと待ってね失礼よいしょ カバン以上みたいなこれでえっ、ー、と柔らかさこんぐらい柔らかいカバンがいいかなということでじゃこれを基本にします下だけ少しもうちょっと鋭角がいいかな まあもう、もうちょっとそうだね。これぐらいでいいか。はい。で、これでもういきなり、リバイド、リバイド。で、ハイレベル削除で分割と。で、意図しないポリグループは必ず消しとく。で、この状態を一応複製しておきます。この状態を一応複製しといて、で、えー、もうちょっと穴開けちゃいますね。穴開ても普通に、ちゃんと、こう、カバンっぽい感じにしていきます。 これでなんか中身が入るようにね中身が中身が入るから中に入れられるようにえこれで表示削除でで一回ちょっと分かりやすいところで言うとえ表示設定で方線を反転にしてから厚みをつけてやると元のフォルムとそんなに壊れないよってことですねこれちょっと消しちゃおう。 で、若干味をつけるために、味っていうかね、まあ、衣装というか、装飾をしていきます。これで。これも複製。下まで回らなくていいか、下まで回しちゃおうかな。 こ,んな感じでこういうねあの、まあ、ちょっと繰り返しになるんですけどもこういう開口部ってあの果たしてクリースがいいのかどうかっていうところなんですよね。例えば、えー、クリース入れますクリースを入れて完全ジループにして。 クリースを入れると確かにこうピタッとね変な変なっていうかエッジ入れなくてもねこう鋭角にはなるんですけどもあの鋭角になりすぎるっていうのが嫌なんですよねまあでもとりあえずクリースにしちゃってから、まあ、クリースで様子を見ていやクリースちょっと鋭角で嫌だったなと思ったらクリース解除できますんで,で解除するあるいは クリースの機能で、クリース部分をベベルにしちゃえば、まあ、少し柔らかくなるんで、これもありですね。つまり、もう、くっきり、クリースにしといて、で、後から、いや、ベベルにしよう、みたいな。これを、クリースをベベル化することによって、あの、まあ、柔らかくなるよ、みたいな。こともありかな、と思います。はい。で、これは何のために取っていたかというと、えこれは、 ふた、ふただ、ふたなんだ、これは。ふた。えー、この辺まで閉じよう。こんな感じで、切る。で、なんか Z モデルは簡単っぽいでしょう。これ見てるとね。 これは本買うほどでもなかったなって今思ってキャンセルしてる人は大丈夫ですか、ね、いませんかねまあでもね結構ね見てるだけでサクサクなんとなくああやって使うんだなみたいな分かっちゃう部分はあると思いますねまあ今回の本もねかなりしつこく書いたんでねあのなかなかポリゴンモデリングまあ,あの Z モデラーの本っていうことでもあるしポリ,ポリゴンモデリングの本なんですよ実は ちょっとブリッジで繋げました。こんなふうに柔らかくすると。はい、えーと、これで糸しないポリグループはまとめておくと。で、こうして、 でインセット、エリアごとに挿入。これね、あのインセットの注意点として、ポリゴンごと、まあ、本人もバッチリ書きましたけど、インセット、ポリゴンごとに挿入にすると、こうなっちゃって、なかなか楽しくなっちゃうから、あのー、エリアごとに、モデファイヤーをエリアごとに挿入にするで。これでギューッとこう。で、また、ポリグループこれ、ギュッギュッギュッと。こんな感じで作っていくと。 いうわけですね。はい。で、これを、こうすると、あ最初の段階でもうちょっと深みに一ておまあこんな感じでいいか。はい。で、こうして、これも衣装に使う。で、どう衣装に使うかっていうと、まあ考え方として、あのー、あい,いや、ちょっと待って、これで考え方として、このまま、 まあ同じ革の材質でしょっていうことでこのままこう膨らましてもいいんですよこうちょっとこう味がある感じにしようよっていうことでこういう状態にしてもいいこれこれで全然 OK だと思うんですけどもまあもうあるいは複製して僕はこれよくやるんですけどもあのー、もうテクスチャー解像度とかホリゴン2とか いやって時はもう別パーツにしちゃって後々の作業を楽にするってことも僕はやらなくはないですねまああんまりええそこ,そこで浪費しちゃうのみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、別パーツにしとくと後でいろいろ細工がしやすいこともあるこれも別パーツに、まあ、色がつあの塗り分けやすいっていうのもあるんですけどね ちょっと分厚めのカバンがどんどんあっという間にできちゃいます。はい。で、あの、僕の Z モデラーの、えー、方法の基準としては、もう、そこからどんどん切り出していこうよ、スタイルなんですね。どういうことかっていうと、ここで金具作りたいと思って、金具っていうか、このパーツ作りたいと思ったら、ここから切り出していくと。その時に先に複製しといて、ここ使います。あ、これね、 あのソロにしないとうまくこれが、えー、オルトしながら新規ポリゴン作成がうまくいかないとあります後ろ,には後ろの同じ同一上にあるサツ物ルに反応しちゃうんですよねでちょっとこうしてでまあこのあるものから切り出していくとそこに置く位置を決める手間が省けるっていうのがあるんですあるもうそこからどん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 切り出していく感じ で、えー、これをまあエッジにしとくか挿入で、まあ、ち,ょちょっと分厚かったけどまあいいやこんな感じで、ねはい、でまあこっち側からも あこれも一回、まあ、複製しちゃってからソロでこうしてこうして非表示削除でこんな感じだということですねでこれでえー、っと次に さすがにちょっとこれ複製してこれ複製してこっから今別サブツールで今作ろうとしてるんですけど今若干僕の中で少しだけ気が変わってることがあってこれであシメトリにしなさいねはいはいはい若干作り方を変えてみようかなうまくいかなかったら何事もなかったようにやり直しますけどこうしてこの シリンダーからやってみましょうよしどうしようかなこれでうんともうちょっとこんな感じにしようかなこれぐらいでやってみようかなこれ上切っちゃってまあこの今から何やるかと でブリッジ。えー、っと、これ、こっちでよかったかな。こうして。あ、左右対称でえりよかった。まあいいや。 こんな感じかなちょっとでかいかなこうねはいでこれで、えー、少し厚めにしてこのデフォルメ具合に合わせるように少し厚めにしてでおなじみの ね、前回もおなじみのベンドワークですねもうベンドワーク取り上げられたらどうしようみたいな超楽みたいな感じ、ね、まあちょっとあのー、少しというか結構手抜き手抜きカバンで申し訳ないんですけど参考にはなるでしょう ベンドワーク、こ笑っちゃうほど便利ですよね、これね。こんな風に少し端が跳ねてるよ、みたいな感じにもできる。後でちょっと浮かせるかもしれないけど。 で、多少金具ぐらい作っておきましょうということでえー、挿入から包帯というかちょ,ちょっとね見せてしまうとあもういいやこの余計なことやめよう余計なチャレンジして失敗すると嫌だからこうして この時点で分まあいいや最初の時点で分割してもよかったけど複数これで分割してうこうしてこんな感じで押し込んでこうすると。 この辺はね、ベンドワークとかでこう曲げちゃう。なんかもう常に、あの、ベンドカーブだ、あのー、にこだわらずに、ベンドアークでも結構いい感じに曲がるんで、ぜひご利用ください。ね、これいいっすよね、これね。ちょっと、まあそう見えればいいやぐらいな感じですけど。少し大きめにして、膨張でふっくら、目立つようにしよう。こんな感じ。 えーとこれでこの時に実は葛藤が出てくるんですけどまあちょっとやってみようこれであしまったみたいな事件も起こるんですよ例えばあのー、穴穴ぐらい開けたいなーって思って後から思うとでそうするとこの穴,穴つくもう、まあ、ねまあちょっと本当に手抜きでモデリングでこれでちょっと沈ませときゃいいやでも僕はいいと思うんだけどダメあのであのダメな時に えー、こっからこうして同じ位置に作れば、まあ、うまく開くかなーって、ね、開かない時もあるんですよでその時のためにこれうまく開いちゃった <laughs> うまく開いちゃったんだけどもあのうまくこことこっちの位置がちょっとでもずれてるとぐちゃっとなっちゃうからううままくいいかかななったたらどうすすのみたいなお話をします、まあ、もう察してると思いますがああやんのかなーみたいな、ね で、これをもうえー、ちょっともうこれ穴開けちゃってでちょっとこれ削除ポリループこうして、えー、削除アイランドこうしてでこうしてから厚みつけりゃいいじゃんっていうのもありですね。これで同じ分だけ あの厚みをつければいいんだねだから穴あけがねさっきみたいに表と裏と貫通し合うことがうまくいかない時はまあ今みたいにぺらっと一枚にしちゃってからあの厚みをつければ OK ですよっていうことですまあいろんなやり方はあるとは思いますけどねえでえちょっと味をつけとこうこれであ,あいいやちょっとここうまくいかないならいいや 左右対称こうしてねこっちでまあここちょっと汚くなっちゃうね汚くなっちゃうからやめとこうかな結果がわかんないからやめとこうそしたらじゃ素直に一番ちょっと形が変わっちゃうけども。 いろいろこっそりやんなきゃいけないことがあって思いっきりごまかしますけどもこうしてまあとことん何か味をつけたいなと思った時なんですけどここモデリングでとにかく彫りたいとかねえこう沈めとくみたいなこういう少しなんか縫い目があるみたいなね感じにするなん,なんで太っちゃうんで こっ,そりこっそり縮小しとくとまあ丸がちってね変売しちゃうとみっともないんですけどもまあじゃ若干ならいいだろうとまあ引っ張る時布も伸びるよねみたいなことをブツブツ言い訳しながらやるとはいまあどんどんできていきますねこんな感じで。 まあカバンもだいぶ手早くできるってことがまあこうかいまみれてると思うんですねでこからこれもちょっと複製しちゃおう複製してでこうでこうこうあその前に分割もうここで分割しちゃおう こう分割しちょっとね穴のサイズちっち,ゃくちっちゃくなっちゃってごめんねって感じなんですけどこうしてでベンドカーブ取り上げないでねベンドカーブ。 はい、えー。これでカバンができつつある。この辺の金具周りしっかりやってもいいんだけど、ちょっと時間を見ながら行きます。 グッこれ肩掛けたすき掛けに掛けるようなカバンにしようかな。えー、でこれでちょっと長さもような、まあ、こんなもんでいいだろう。 でもう、お察しの通り、ベンドカーブ。っとっとああ、逆方向ね。 増やしてこの時に多少ちょっと味付けようかなと思ったらあの部分部分でひねってもいいかもしれないですねこうちょっとポイントを減らしてこの辺で例えばオレンジのオレンジのコーンでひねられるんで。 えーまあ、ちょっとこうひねるとリアルっていうか、まあ、それっぽい感じになるかもしれないとはいこんな感じでしようかなはいこれで、えー、片っぽできたんでちょっとひねりこれ逆こっちがいいこっちがいいこうしてでこれに関しては 急メッシュでいくかなはい、いった。はい、これで、こうすると。で、先ほどの、ちょっと味をつけるうんぬんの話になるんですけども、それもやりましょう。えー、もうめんどくさい。これで挿入で一回、ばばばっとこう、入れて、 で、えーまあ、余計なものってここぐらいかな。で、ちょっとここにも1本入れておき、こっち側を消し、こんな感じかな。これで、えー、救命士ポリループで、少しこっち側、あどうしよう、こっちをこう。 こんな感じまあいいデザインかどうか別としてこんなこともできるよとちょっと筋肉がないからこう,こうしとこうこれぐらいでいいやこれではいい,いいじゃないですかっていいじゃないですかって自分で言ってますが こんな感じで。まあ、あの、まあ、この辺の金具を黙々と作っていてもいいですけど、ちょっと飽きちゃうでしょうから、どんどん先に行きます。でも、ちょっとした小物の鞄ならね、Z モデラーでこうやってサクッとできちゃう。まあ、Z モデラーとギズモのか、あのー、合わせ技で、えー、どうぞって感じですね。なんか、鞄はかなりパーツ増えましたね。この辺。これもか。これはスピーカーか。 あのじゃあ一回ホルダーにままとめますえー、例えばこういう複数パーツがバーッとあるきにえー、っとですねまあ例えば複数サブツール選択モードにしてでこれで新規フォルダ使うとあのアクティブになっているもの全部フォルダーに入れるみたいなこと聞いてくるんでこれで「イエス」ってやると一気に10個入れてくれるよ カバンのパーツは全部ここれれれに入ててくれるよってことです、ねはいでこれで、えー、ホルダーアクションから、えー「この中にあるものを結合してくださいねと」とホルダー内結合をクリックすると、はいえー、結合された結果が下に現れて、えー、結合前の状態はこのホルダーの中に入れといてくれてます。でもいらないよっていうことであればこっから全てを削除すれば消えます。 まあ壁ここにかかここに釘でも打ってかけ,かけとくみたいな感じだともうちょっとピーンとやんなきゃいけないんですけど、まあ、たわんでる風にしとこうたわんでる風にしたかったらまあ,あのここでまたぐにゃぐにゃやんなきゃいけないんですけどもちょっと今日は手抜きさせてもらおう、まあ、こんな風に作れるよって参考までにはいこんだけのパーツが今1時間半ぐらい一時間40分ぐらいで作れますね はい、で、えー、もうどん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 こう生活じみた感じにしていきますもうねキッチンとか行くの面倒くさいってことで冷蔵庫をここに置くと。 ざっくりもう冷蔵庫の形を作っちゃう。ああ、ホルダ便利ですよ。<laughs> なんかちょっとこう、ホルダで反応があると微妙な気持ちになる。今日の放送で一番良かったのはホルダだったなみたいな。でもホルダいいですよ。それはともかく。 でえー、もうこれで一気に作るように、まあ、いろんな作り方があると思うんですけども、まあなんだあのー、やっぱりかわいいあの冷蔵庫がいいかなと思うので一回また相変わらずあ失礼ああこういうことが起こるから怖いねリズムが曲がってたんだね、はい、これで こうして、一応真ん中にも入れときこっちでも入れときダイナミックサブディビジョンの状態を確認しつつ冷蔵庫になっていくと嬉しいなという感じですねもう冷蔵庫じゃないですか でこの状態も取っておきたいんですよねこう少しこう丸い丸い、えー、扉にしたいからこれも、えー、ちょっと取っときましょうど,どのタイミングで取っとくかはまたちょっと考えどころなんですけどもこれも一応取っとこうでこれでまあとりあえずどんどんこうシビアなこう鋭角さにして、まあ、若干後ろも 後ろこう,こう丸いと可愛いんですけどね。でも取っとこう。で、この状態にしといて、これでダイナミックを解除。で、ディバイド、ディバイド、2回押して、回レベル削除と。はい。で、この時に、めっちゃ余計なこのエッジができるんで、心に余裕がある人は、あのせっせと消していくと。いらない。さすがにいらないだろう、みたいなところは。 日多少残しておきますでえー、これで昔はの冷蔵庫はまあ上がの、ね、冷凍庫で下が冷蔵庫2ドアにしよう今もそうかもしれないけどモデルによって違いますよね この、あのー、オルトを押しながらバーっと白い、あのー、ポリグループ作ってガンガン押し出していくっていうのがなかなかやりやすいんですよね。えー、急メッシュから、えー、まあこれでいいんだ。これでぐっと。これ考え方によってはまたこうやって厚みをつければいいかなとも思うんですけども、まあ、今回に関してはあんまりそうすると。 なんていうかなへ変に厚みが、こう皮みたいになっちゃうから、やっぱりこれは、こう、ここしまう場所だよ、みたいなことをやるために、もうちょっと押し込みできます。あんまり押し込むと、今みたいにこうガビガビっとこうなっちゃうから、これ気をつけて押し込んでおく。はい。こんな感じ。ちょっと、まあ、バランスは、いいや、こんな感じで。で、中、中のね、この、まあ、 棚とかも作り込んでいってもいいんですけどもちょ若干手抜きします。で少しこの辺にもエッジを加えてダイ,ダイナミックサブディビジョンオンにした時の対策をしとくと。こんな感じですね。丸く可愛いい感じになる。はい。で先ほど取っといたもの。僕ね結構こう見えて慎重派でまた複製しとくんですね。 で、えー、これでこうしてこの辺でこうまるんとした感じの,あの昭和の冷蔵庫にしたいなと切に願っております。 えーっと、これで、こんな感じでいいかな。多少ずれがあるといいんだけど、こう、多少ちょっとずれた感じが僕は好きなんだけど、まあ、どうせずれるでしょう。でこうして、ディバイド、ディバイドで、回レベル削除と。で、こんなふうにして、で、えー、 離してここが切れ目だな。ここをじゃこうして、で、一回、ここから先を消しちゃう。非表示削除で、マスクして、コントロール W と。はいえー、で、こうして、 で、えー、グループ分割。OK。で、ちょっと一つ一つやっていこう。放線マップじゃない。放線マップじゃないよ。表示設定で、放線反転からの、九メッシュ、単一ポリゴンじゃない。まあ、全てでもいいやこ、ね。こういうところがぐちゃーっとなるから、少し整理しとこう。 ギリのところででワンクリックで元の数値厚みを覚えててくれてるよってことですねこんな感じで。 複数サブツール選択モードが、これですね。これをクリックして、で、シフトコントロールでここだけ欲しいんですよで。あとは、グレーダンっぽい感じになるんで、こう近づけていく。で、少し隙間出しましょうね。ちょっと見えない。ソロにして。 でこんな感じ、えー、でえっ、ー、とまあさっき実はですね厳密にやるんであればここでヒンジの部分っていうか作ってもよかったんですけどもこうカチャンって開くまあちょっとすいません今回手抜きで申し訳ないでこうしてこういうところが結構ぴったりすぎるのを嫌がるので嫌がるというか嫌なので。 ベベルで落としとく。こっちも、あ、同じ数値でいい落としとくと。はい。で、これでえ、さらにドア、ドアを作りまし、ドアっていうか、この開けるところガチャーンって開けるところを作ります。で、こんなのは、急メッシュで、 こう引き剥がしてアイランドでこうするとちょっと作り込もうかなと思ったらやっぱりグループ分割じゃないじゃないよ自動グループからこうして非表示分割今サブツールを開けましたサブツールを開けて でこれで1回ディバイドから回レベル削除で、まあ、1分割ぐらいし、ね、1段階ぐらい分割してで、えー、これでちょっと加工するとこうしてソフトデフォーマーとかでね例えばこう左右対称にして やってもいいしあるいはいろんなデフォーマーが入ってるんでプロ版はねベ,ベンドアークのものですねこれでこうこうするみたいなことでもいいですしねはいこんな感じでうんいいんじゃないかなでえー 少し衣装をつける衣装あの、まあ、装飾装飾用にまた9メッシュタイポリゴングッと開いてグッと,と開いてでアイランド自動グループと。 若干,若干ずらしといてもいいかな。でこれはもう下にもつけとく。 でまあ、一等彫りでこっからさらにこう下のなんかこうありますよね昔のエンジンじゃないんでしょうけどねこう作ってもいいかなと思いつつ作っちゃうこうして急メッシュせっかく白にしたんで単一ポリゴンミョーンと伸ばしてアイランド。 で、こういうのはベベルしておくあちょっといいやうまくいかないからいいやベベルというかまあいいや素直にやろう でもまあ生活雑貨どんどんで,できていきますね。なかなか楽しいです。 で,ちょっとです、ね、これでこの辺から切り出してでアイランドで伸ばしてこうして何を作るかというとこうして9メッシュポリループ。 アイランド、えー、マスク分割切り出してはどんどん離れていってもらうまあよくこれ冷蔵庫に貼ってあるお知らせ家族お知らせボード的なものこういうやつなんかありますよね もうなんかね彫る,るってほどじゃないけどもうどんどんこっから切り出してでまあ厚みはね 3D プリントするんだったら厚みつけ,つけなきゃいけないけどこうしてで、えー、これはクリースにしちゃおうこうしてこうだこうだいや全然リースでも良かった めっちゃ薄くしてめっちゃ薄くしてまあいいえこんな感じまあ、多少それっぽくなればでこう今ギズモでコピーしてこれをシリンダーにし ちょっと止めてある風な磁石でまあもうどんどん切り出しながら作っていく、まあ、前回も似たようなことやりましたけどもこういうこの手際よく作れる感じがいいですね。 あ,あ、そうね。これ例えば？ 磁石だけいいいっぱいあるみたいなね磁石はこうなんか点在させておく。うん。教習感が漂ってきたな。で、えー、これでまたフォルダにまとめてみますね。まとめ方はさっきも言ったように簡単で、まあ、今冷蔵庫しか表示されてないんで、それも簡単なゆえなんですけども、あのー、複数サブツール選択モードと僕が名付けてる。 これ、これをポーンと入れて、で、えー、全部仲間だよというグレー、グリーンの,あの範囲に入れてやる。シフトコントロール押しながら入れてやり、この状態で、えー、今日一番喜ばれてるホルダー,、えー、新規ホルダー作成ボタン、イエス。で、えー、冷蔵庫。冷蔵庫ってもろロ,ローマ字で売ってるよ、この人みたいな。はい、えー、入りました。で、もうこれで一応、もう、 ホルダ内結、ね、こうブーリアンとかいろいろありますからねえー、なかなか便利ですおっとー <laughs> 今普通にホルダー消しちゃいましたね警告がなかったこれでホルダー内結合よっしゃこれでいいと。 もうこれで喉乾いたりお腹空いても平気これ一応取っといたやつかいらない。 あ,あ、一応取ってたじゃない、これフォルダか。じゃあ、フォルダ全て削除さようなら。はい。えーはいえー、2時間でここまで来ましたね。どうですか悪くないでしょう、Z モデラー。あのー、結構こんな風に、急、まあ、主に急メッシュでね、結構サクサク作れていくんでね、2時間ですよ。あのー、手早いですね。まあ これだ結構ねコツさえつかんじゃえばあのー、まあ誰でも誰でもっていうとねちょっとインチキ臭いんですけどもあのこのように、えー、サクサクモデルが作れるんでまあでにそれぐらいのスピード出してるよって方もいらっしゃると思うんですけどもあのー、まあポリゴンモデリング、まあ、いまいち苦手だと感じてた人も、えーまあ、今日の参考にしていただきつつ本も買っていただくとより サクサク度が上が上るかなと思っております、はい、でもあとは、えー、どんどん書く、あのーまあ、例えばこう一気にダーッと作るんですよで本来であれば僕は、まあ、もちろんこのタイミングで配置しなくて全部中央にあるいはツールを分けて、あのー、ガンガン作っていくんですねで、えー、それであできたなって全部できたなと思ったらあのま、ー まあ、あらかたはな、7割とか6割のレベルで、バーっとこれぐらいのレベルで作り倒しちゃう。で、その後で、ちょっと時間の限り、えー、こう作り込んでいく。例えば、カバンとかね。あの、もうちょっとビスなんうの、縫い目入れようとか、あの、椅子とかだったらもうちょっと綺麗に、あの、細かいところ入れ替えて作っていこうみたいなことをやるんですね。あの、もう、もうちょっと先があります。で、えー、結構、ちょっともう一つコツがあって、 ま、できたとするじゃないですか。で、これをどうするかなんですけども、ここで大きなポイントがあって、大きなポイントがある。で、それは、あのー、まあ、結構ガタガタ、ガタガタしてる状態も残してるじゃないですか。例えばこのカバンとか、とカバンに集中しようかな。これで、えー、まあ、ガタガタしてるねって。で、例えばこれで、まあ、あのー、ダイナミックサブディビジョン。で、ダイナミックサブディビジョンを、えー、 かけるで。かけると、まあ、一気に、あのー、滑らかになるんですが、これちょっと問題があって、これ一気に滑らかになるものの、えー、例えば、ここは鋭角にしたいとかっていうものがある場合に、こう丸くなった状態を見ながら、クリスかけていくっていうのがちょっとめんどくさいんですよ。あのー、僕はね。で、 まあ、まあ、全部ね、一気に、よし、できたぞって、あの、もう、ポリ、ローポリゴンモデリングだから、結構気持ちよく、こう、サクサクと作っていきたいんですね。で、その都度意識して、ここを鋭角にしたいからクリス入れとこうとか、あの、ダイナミックサブビジョンを常にこう、常にチェック入れながら、あのー、後からね、丸みが強いモデルにならないようにしようって、計画的にできればいいんですけども、結構、ローポリゴンのモデリングで、サクサクサクっとこうね、あんまり考えずに、手早く作りたかったりするんですね。で、 最後に、じゃあこ、こうだと。ああ、じゃあ、ここをクリースかけようとか、ねこ、ここクリースにしようとか、クリースかけた後、ベベル入れようとか、いやいや、ここは、あのー、エッジを追加することによって、えー、エッジを追加することによって、ちょっと自分でこう、形をコントロールしようとかって、悩んでると、あのー、めんどくさいっていうか、時間かかっちゃう。まあ、特に、クリースでいいやと思ってるときには、 一気にそれをやる技があるんですね。例えば、いいですかもう一回整理すると、このままダイナ、あの、まあ、サブ、サブディビジョンレベル上げてしまうと、全部が丸々となっちゃうと。これはこれで可愛いから、OK の人はいいんですけども、鋭角なところを鋭角にしたい場合に、一気に、えー、その、角っこにクリース入れるやり方は、まあ、実は皆さんご存知、もう,もうすでにもう見てる状態があるんですね。じゃ、これ一応、複製しとこうかな。この、 まあ他にもそういう機能あると思うんですけども、このギズモから、えベベル、もう今日しょっちゅうやってたこれが伏線だったんですね。えこのオレンジでクリース入れると、まあこういう滑らかに残したい部分には当然クリースは入らずに、角のところに、まあこれ、この辺もともと入ってるクリースもあるんですけど、角になるべきところにクリースが自動的に入るっていう便利な機能。なので、ここ、このベベルからの クリースっていうのは、あの、一つの理由として、こっちでクリあの、ベベルの幅を入れるっていうこと、プラス、あの、ダイナミックサブディビジョン入れたときに、一気に、だからこういうところだけ解除していけばいいみたいな。だからよっぽど楽なんですよ。もう一個一個見ていって、あの、解除していくよりは、あ、ここは鋭角にならなくてよかったんだよっていうところだけ、クリースを解除していけばいい。例えば、こっちのがね、あのー、 楽ですよ。まあ、ちょっとケースバイケースの部分あるかもしれないんですけども、まあ、楽な場合が多いですよ。こうして、えっ、ー、と、フォルトしながらこう解除していくってことをやっていけばいいんです。なので、あのー、いやいや、これで、一気にクリース、な、もう鋭角な、鋭角さで良ければ、クリースで良ければ、あのー、ギズモのベベルからの、 えー、ゼロ振り切りで、えー、角っこに全部クリス入りますおっとっとっと,っとなかなか便利なんでぜひって感じですねはいということであのー、今日は まあ2時間2時間半もうね予定のものは実は全部作りきってしまったんですよこれぐらい作れるといいなと思ったのは2時間半ぐらいかなと思ったらまああの2時間で作れました自分で予定していたものだからそれ早く作れるのは当然なんだけども、あのー、なかなか、あのー、どうでしょうサクサク度は、えー、楽しいんじゃないかなと思うんですよ結構キャラクター力いっぱい作ってちょっとした背景作ろうかなと思ったら Z モデルでパパッとねそのまま Z ブラシのまま えー、作れるんで、えー、素敵だと思いますよ、まあ、あとはねもうケースバイケースでねもっとこうポリゴンモデリングソフトでがっつりやりたい人もいるかもしれませんけどもええー、ぜひこれも遊んでみてあのツールとして使ってみてください特に質問はありませんでしょうかええー、告知に入りますがあのー、実は僕の本が出てるんですよ Z モデラー超入門講座が 発売になっております。もうね、お手元に届いている方もいらっしゃると思います。ええー、えっとですね、これ、ここだけの話していいか、Amazon 在庫切れしているっていうね、これ発行部数がどうやら少なかったみたいですね。あの、初版が。どうやら、福井の方売れねえだろって思われたのかどうかわかんないんですけども、あの、初版がちょっと少なかったらしいんですね。あの、初版、あの、刷ってる数が。なので、ええー、まあ、すぐ、あのー、本当に調子良ければ、 即増殺になると思うので、皆さん応援していただけると嬉しいですね。まあ今ね、なかなか出版不況でいきなり、えー、大部数すれないっていう事情もあるんですけどもね。あのー、アマゾンの在庫切れもし、まあそうなってるんであればごめんなさい。えー、i n d l e 版が、あのー、もう出てるのかなあのー、もうすぐなのかなえー、出ると思いますけども、えー、そっちの方でもよろしくお願いします。はい。 いやー駆け抜けけ抜ましたたども今日はただねすいません黙々と作り続けてるだけだったんですけどもえいかがだったでしょうかまあ Z もあのモデラーで作るとね後でえ1人3冊買えあの後でねいろいろ応用が効くんで応用が効くっていうのは 3D モデリングあの要は 3D プリンターに行ったりあのまあローポリゴンある程度ローポリゴンを維持してるんでえーゲームエンジンに持ってったりなんてことができますんでね。 ええぜひあのー、やってみてください。結構本なんか本の作り方なんかは面白かったんじゃないかなと思うんですけどね。はい。あとは大丈夫ですかね。あのー、まあ、ちょっと注意点あのー、まああの大丈夫だと思うんですけども手順さえ気を付ければ大丈夫だと思うんですけどもあの平行するエッジとエッジの距離が極めて近いところに平行するエッジがあるときに球メッシュを使うとちょっとあのー。 周辺のエッジが乱れることがある場合もあるので、えー、そういうと、まあはあのー、エッジとエッジが平行する短い、えー、距離が近い平行するエッジを追加したいときは、最後にそれを、その工程を持ってくれば大丈夫ですし、お、ま、そ、あ、らく相番あの改善されたパッチが出てくるんじゃないかなと僕は個人的に思っています。これは公式の,あの情報じゃなくて、僕個人、これまでの経験上、そういうあのものは取り除いてくれるとは思いますので、 手順今のところ手順さえ気をつければ大丈夫です。はい。ね、ポリゴンも、スカルプトもポリゴンモデリングもかなり資格なしの Z ブラシですので、えー、あぜひね、これからもこのままだらだらと30分まで喋 <laughs> ってもしょうがないんで、そろそろ終わりますが、あ,ありがとうございます。では、チャットでお疲れ様と言いつつ終わりましょうかね。で2時間で作ったお家皆さんもぜひ、えー タイムアタックしてみていただいて、いや、お前より早かったよとか、あの、ツイッターで投稿していただけると嬉しいです。まあ、早ければいいってもじゃないですけどね、まあ。サクサク具合がいいかなと。ではまた会いましょう。配信は終わります。で、また、あのー、 人によってはツイッターで会いましょう。お疲れ様です。どうも